うわやばいって、うん、お前峠だぞおい。ねえストリートバイここ、ここまずいよ。これはまずいでしょ。なんでこんな集まってんの峠に。おい道塞ぐだよこんな。お前らやばい。一般車が来たら大変だ。土屋さん。土屋です。どうします。いいんすかやっちゃって。よか全国の峠から、うん、土屋さんが、うん、見つけてきたんですよ。いつまで土屋さんって言ってんだよ。いいのかよ。いやいや大丈夫です。大丈夫。土屋さんが選抜してきた。そう私のもこれこれ色々行ったの。いろいろ行って回ってきて、そう、見つけてきたのがこのバカジンの方ですよ。すごいレベル。団体やんの。そう団体つうかさ雨降ってるよ。いやいやだって少年者峠だもん。大丈夫。いいの、うん、いやストリートのルール俺よくわかんないから。いや俺よくわかんない。全部土屋さんがルールなんで、あなたに決めていただきます。わかりました。はい、ということで久々にね、ストリートで団体行ってみたいと思います。俺らやるのも気合い入れて行ってみよう。これ尋常じゃないんじゃない。これ何も見えねえ。見えないし真っ暗ばい、ね、お化け屋敷じゃないんだよ。あんたらじゃやろうって言ったの。いやいや、まあ、第一人者ですからね。何も気が連れてくるからいいんじゃない。しょうがないですね。でもね、はい、せっかくまあこんな中、うん、6チーム、はい、ね、集まっていただきましたんで、早速ですねこれから1チームずつ、はい、真っ暗の中我々採点できるのかこれ。いやできねえと思うよ多分。ライトの角度でしょう。なるほどね、うん、どのくらいの角度振ってるか。そうです。しかもウェットですからね。はい、泥混じりそうですね。というように条件最悪なんですが、はい、とりあえず走らせてみないと我々も全く想像がつきません、ね、ということでこのストリート大会早速1回戦、はい、マジで行ってみたいと思います、はい、それではどうぞ。突撃イカ店は走りの歴史が古いこの峠からご覧の人人人山梨といえばこいつぐらいしかいません、もっとバカ言ってますからね。このエースばっかりじゃないだろうと思って、私の方は、うん、日本全国峠を剥がしに来た後ですよ。そして記念すべき1回目がこの山梨のバカ。いやバカ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 。しまいには D1 グランプリでも出場してもらおうかという企画ばい、ね、はい、盛り上がっとるかな君。盛り下がってるかな。そう、じゃあ誰かいないかな。さあ誰か腕に自信のありそうなやつは、おらそこのダンスキンの使い古したような頭の君だね。お姉ちゃんたちも暑いのかな、ここは。どれどれどれ。こんばんは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。同じチームでーす。あ、沙織ちゃん。沙織ちゃん。さあ、というわけで、やはり、この峠にも、バカはいませんね。バカばっかりおりそうですね。なんかワクワクしてきたですよ。黒鳥陽一の走りを見て、この峠の疑似体験をしてみてください。コース紹介というか、コース攻略というか、コース攻略絶叫というか、ただ騒いでるだけしか思えないですけど、コース省略、コース省略行くぞ。バカを育った峠ばい。危ない、危ない。さていよいよこの峠で禁断の行動イカ展が始まるぞい。ドリキンもびっくり。マッチョ系のチーム。まあ、危ない。大丈夫ですかね。まあ、この、ね、
バンバンつまみ出そうという。あ、なるほど。我々が審査してあげると。じゃあここからまたつまみ出すと。なんか先頭のワインって良かったですね。先頭は良かったけど、あとはゼロ。ゼロ。ちょっと残念より。フリーモードです。やっぱりね。連続バカ人集団倍。ひよたですか、もう離れてます。温めて。え、いや、3周目ですよ、もう、うん、今ちょっとこうね。いやいや、3周目です。いかんばい。最後のチームはインサイドストリームへ。審査だけでは我慢できなくなって、陽子と飲む編はこのチームを追走する。何やってんですか。いや、対向車走らしてます。でも来ないんでしょ。1日3台ぐらいですけどね。さあ、先ほど走れたこやつら、あ、車から降りるとむさ苦しみ申し訳ない。お尋ねがあるのです。横がですからね。行きます。とある峠に。とある峠で決戦バスルドバイ。え、峠で待ってますんですか。そう、峠で。そう、峠で待ってますんですか。峠。サイドストリーム、イエーイ。道塞いどるぞ。これお前ダメだ。お前対向車来たら当たるぞ。上から車来たよ。いつもここ今走ってんの。ここ走ってるんですよ。この男、今村陽一のお兄さんらしいです。実は何や、本物の兄。本当にそうだ。名前なんてのじゃ。名前なんてのてつやです。え、何てつやってのほんとですか。お父さん七光でデビューしようって感じ。だってさ、いや無理やりね。だって弟と同じ音してるもん。そうだ、うん、あ、それ今までやってたもん。ずっとやらない、やってはいなかった。やってはいたけど、大会は出なくて。全然お兄さんの方がいい人じゃん。ね、当たり前。なんで弟があんなになっちゃったのよ。やばいよあれ。さあ、いよいよまず最初のチーム、ライトサイドストリーム。ちょっときついコース設定かもしれません。先頭はかなりいい感じで入ってった。逆追の状態から後ろの2台はやっぱりついてきちゃったっていう感じですね。あれあれ、どこ行くの今日はみたいな。そう、ああ俺を置いてくなよみたいなね。いう感じのね。これはね、コースレイアウト的にはね、はい、あの意外とやりやすいコースなんでね、慣れちゃえばね、全然できるんですよ。そうですね。全然できます。でもチーム的にはこれダメですね。次のチーム行ってみましょう。うん。次。また次の峠に、私今寝とりますけど、あと目をつぶれば次の峠に2時間ぐらいかけて行けると。おや？貴様。ここにローリングループは。走っとるばい。ここは高速道路ばい。バカチンが。おや、貴様こいつが先頭ばい。もしかしてうるさいと思ったこの先頭にはこの男ばい。あの、このおかげで安心して寝られてます。貴様、貴様なめとくかバカチン。続いては栃木の山奥から行動イカ店をリポートだ。
というわけで諸事情によりこの山奥まで連れてこられた場合、おや、もしかしてここにおる場合主主じゃないんですけど、軽くコース攻略をパパッと、それが終わり次第私がこっちに攻略しますので栃木弁小口180が実際行動を攻める。こんな絵柄の珍しい関門、この字が素晴らしい。この車ちょっと全身の力を抜いてどれぐらいかかっているか皆さんにお見せしたいと思います。はい、了解ですか。頭を強打してマジにボーっとしてるノムケン、今深くにもロールバーダー頭を打てですね。ここは栃木の某峠で一応貸し切りを専用入れておりますので大丈夫ですよ。さあ、それで今日の審査員はこの男、ご紹介するまでもなかでしょうけど自己紹介は栃木の小口です。まず最初のチームはジャブ、ボクシングみたいなチームですね。後ろの お姉ちゃんが運転してる場合もしかして後ろの荷台からプーンといい香りがして、ね、なんか姉ちゃんみたいな匂いがしてですね、なんかこう匂い嗅ぐと手がこうさあ続いてのチームはなんか連合チームで名前がないらしかですよ。あ、来ました、ダンボールですね。ダンボールいつこっちに来るか分かりませんので、いやいや、さっきのチームよりは全然早い、全然なんか上手じゃなかったですか。やっぱね、もう即席な、ここのサーキットの常連スパークバイ、さすが常連、一番うまいですね。なんかよく走りしておりますよ、やっぱり。そう、そして、まあ、連れて行こうというチーム、まずあの一番最後に走ったこの地元のバカチームは誰ですか。あとダンボールあの3人6人ちょっとこう前に出てくるとばい、これで組むとよかでしょう。人数も一人殺さないかんね、これ。しかし塩原代表ダンボールでーす。イエーイ。栃木ね。とりあえず目標としては、目標としてはプロドリンデザインだった。プロドリンこれ峠走ってうまい奴らを見つけてきて集めたんです。ちゃんとね、ちゃんと集めた。うまかったわけ。うんあ、これいいね、これ分かれ、これ、なんて車これ、アウト、これなんか個性的じゃん。すごいナスカーみたいじゃん、これ、ね、これいいね。なに、材質なんて、これプラスチックの材質のダンボール。プラスチックの材質のダンボール、あーこれハニカムのこれプラモデルみたいだなね、いいね。全部自分で作ろう。ねえ、これほらトランクも紙。これ雨濡れても大丈夫？いや、雨漏りします。そうだよね。窓もだっていいんだよね。こういうビス使わないでしょ、こういうとこに。これチューナーとしてどうよ。もうこういうアイデアもあったので勉強になったでしょ。そうだね。さあ、吉田さん、ダンボール完成チーム。今のところ一番圧倒的な。いいじゃないですか。さあ、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 さ
はり車速のちょっと高いところから一気にヘアピンに入るじゃないですか、はいはいはい、もうすぐね車間が詰まりすぎちゃうんですね、詰まっちゃいますね、ちょっとね間隔を空けてここに汗つけた方がいいですね、そうですね、さらにそれでインを舐めちゃうともう一気に窒息しちゃいますからね、その辺はちょっとわからないと、そうですね、独特ですねこれね、続いては北陸から、このドリフトステージは田舎の山奥なのにすごい盛り上がってる、金曜の夜でこの車の数、過激なチームは果たしているのか、できたばっかの石川県の某峠、ワクワクするぞ、というわけでここは石川県の某峠前、ははこのような綺麗な峠とですよ、しかしここにもなんかバカチンがいっぱいいそうで楽しみばい、おやおや貴様なんで君たちがここにいるのかね、もしかしてあおアンパンマンがおるぞそう、というわけでここにもバカチンがいそうばい、うまいやつはおるのかな、もしかして楽しみばい、地元の鈴研が先導して中部からわざわざ北陸までビデオオプションのロケを追っかけてきたイタリンが追走、毎週末峠にお邪魔するビデオオプションもかなり変だけど、それを追っかけてくるイタリンはもっと変だ、ここはほら全然もう跳ねるですよ、いやいやこういう峠がまだまだ日本にあるとも珍しくない、うん、赤いランプがガードレールに反射してる、なんだ、あやっぱし地主さんが起きてしまったんですね、すいませんでした、でしたの乱入によりね走らなくなったので別の峠にやってまいりました、このように空もうっすらと明るくなりばい、やろうとも頑張っていくばい、いやー飛んだバカチンばい、そして禁断の行動イカ展は明るくなってから開催、インノ君ちょっと狭い気がするけども、やってきたあまり騒がにいです。さっきのから上手だと思うんですけど、さすがカニ。でもじゃんけん弱そうなのには間違いなしだ。さあ、我々の生活は一向に明るくならぬによ。空は明るくなってきたわ。なんとかあったですね、これで、先頭はやはり豚骨のライオンが、中堂々の行動イカ展は無事終了、地元の方の協力どうもありがとうございました、おはようございます、はい、一番上手だったチーム、はいね、レッドスネークカモンカモンなんかこういう風な名前でしたよ、なんか何だったっけ、レッドシャークレッドシャーク、それようこそさあ続いてのどうしようもないチームはミスター君のバカ人レッドシャーク、レッドシャーク、ねえねえ、楽しい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 
らもうだんだんなんかスピード上がってまいりました。さあ、先頭の前に来た。いい感じですね。いい感じです ね。楽しかです。そちらのギャラリーの方どうですか今の。なかなかいい感じ。いい感じですか。うん、2ですね。ギャラリー、さすが見る目ありますね。ギャラリーの方も大変喜んでおります。意外とね、先頭で来てる動きがかなりあるやばいですね。無理にね、そこでね、ケツ出そうと。出そうとして失敗してるのはね、ツって言ってますからね。流して着ようというよりも滑りようという感じ。滑ってしまったという。ドキドキしますね。長野といえばドリキン、ドリキンといえばこの峠、超有名なコース。チャリアはどれぐらいですか、ここの。まあ、指折り数えて早13年。こんなとこ。ここ走って13年走ってますよね。任せてください。牛丼並みに長いね、もしかして。牛丼並みに、もう下にこうつけた漬物のように。ドリフト生活13年のジジイ、未だ衰えずの過激な走りをたっぷりどうぞ。本職に入ってもゆとりの馬車に喋るのがね、詐欺入れっぱなしですよ。稲妻シフトが炸裂しとるのかな。もしかして素晴らしい。この峠はなんか縦石がかかっとるんですよ。しかし跳ねるとですよ、もぐらたたきのもぐらになったような気がするばい。ちょっと離れてます。いやいやいや、結構なかなかスピードが乗って楽しかった。楽しいですよね。タイトなんだけどそこそこスピード出ますから。そして運転士もノリノリで、まあまあよかろうみたい。やっぱり峠番長としては。やはり。いや、それにしてもプロドリの走りは峠でもすごい。これはなかなか真似できない。がますます揺れる。まだまだそれじゃプロだよ、メンバー。あ、これもプロがあるんですか。これもプロ並みの技が。やっと激しく上です。あ、来ました。来ました。チームハニワ。チームハニワ。チームマルレーシング。いやいや、これは上手ばい。うん、手なんか出してる余裕だったら、ね、ここのミスとしてはほら、お姉ちゃん早いっすよ。ねえ、まあぼちぼちかな。ぼちぼちで。お姉ちゃん早い。トリフト歴13年、やっぱ違いますね。上手やね。ありがとうございます。そう、あ、なんかけたたましいことに来ましたね。このチームは何ですかね。フラガー&マルケンゲート。下手くそじゃないです。何が転がる気に。マルケン、マルケアのフラワー。まあ、結局あの少ないもん同士こう、あ、友達がおらんとやね。そうなんですよ、友達いないから。というわけで、長野のマガジンの橋田ですね。やはり一つ目のチームはやはり峠っぽい走りでしたんじゃないかと思うんですけど、もうね、我々も好きでやっとるわけじゃありません。貴様マガジン、アニマレーシング、イエーイ。いや、もうあれだ、風間軍団だ。ケヨスロ、ケヨスロ、ケヨスロ。一応言うとこのチームは割とうまい。うん、まあまあ。長野ハニワレーシング先頭はある感じの早い、ね、5チーム。いや、惜しいけど今良かったですよ。今僕はね、高得点出ましたよ。いや、つうかね、今ね、アイドルめっちゃ強い。これ違うやつだと思った。俺も変えた
てくるね、あのライトの向きが違ったもん。あれが速かったですか、もうクイックに曲がってクイックあのなんかなんじゃん、ビーンとか言うとあのスカイラインの音なんだね、あれ ねターボが壊れた音だね、あれね。ターボいっちゃってんだね。なんかね、変な音だね。これ今一応高得点ですね。そして秋田から行動以下点でも、ここまでさすがにイタリンは来なかった。さあ、ここは秋田バイク、ね、素晴らしかった。ノムケンさん、買ってました。なんとも、怪しいのがいっぱいおる。写真子玉みたいな。土曜の深夜なのに、この峠には団体を組めるチームが1チームしかなかった。残念。というわけで、ノムケンはこのチームのリーダーの車に同乗。コース紹介とともに実力を判断するか。秋田県のここの峠の主どもに走ってもらいました。大変激しいアンダーステアや。貴様ら大丈夫なのかね、こんな初めて。もしかして、しかし他に思い当たるチームがいないということで、とりあえず来てもらいますので、頑張って走りましょうや。頑張るぞ。エッセンシャル。このチームはですね、はいはいはい、今までのチームの中で多分一番危ないという中ですから、ね、何が危ないの。危ないっていう言い方がちょっと分かりにくいんだけど、もっと別の日本語に言い換えると、ですね、分かりやすく言えば、下手くそ。この前から期待できるんじゃないの。全然難しいよ。難しいよ。バケット入って、いいバケット入ってんじゃない。入ってんじゃん。みんな入ってる、それ。あ、これみんな入ってんの。みんな入ってる。みんな、何、危ないから。秋田では普通。なんで秋田はこれ付きなの、みんな。秋田では普通。秋田では何、ティーボンクラッシュが入ってる。他に流行りがないから、うん、これを、流行りを、これを見たらもう飽きたと思うと。なるほど。感心しとる場合があるから、次行きましょうやもん。はい、じゃあ頑張って。頑張ります。とりあえず、ね、一番下馬評低いから。飽きた。秋田のいけないところ、はい、下手なくせに1本目が振ってくるから、何とかやるから。じゃあ最初に1本目振ってこないで待ってきたら覚悟が通すよ。打ってきちゃうから引っ張っちゃうんだよね。あ、色気づいちゃうと。もったいないですね。でもギャラリーが喜んだのが良かったですよ。どうですか、それじゃあ多い方。はい、あらあらあら、おやおや、お前らはどこにでも掘るでもしかしない。で、なんで全然タオル巻いてんねん。ねえ、これ長野の走り見たの。見てない。数々の走り屋の伝説を生み出したこの峠で、今度は思いっきり行動以下戦を開催。今回は台数が多かった。さあ、やろうとも盛り上がってるのかな、もしかして。困った、モンバイ。俺が絶対1位だ。じゃあ、とっとと変えて犬でも掘ってもらいましょう。今日群馬県のここ豪東家の、走りのルールとしては、コースインで様子見で下りゆっくり走ってって、上り1回、下り1回、もう1回上って計3回で、走りを見ます。それでは、むさ苦しい男と爽やかな男2人で、なんでですか、紹介行ってみましょうや。さあ、そして前を走るのはあの名古屋の遺体だ。あんなとこから来とるねん、バカチンが。何しに来とんねん、バカチンが。これはいい。
ビデオオプションの追っかけイタリンが先行。王は D1 ラウンド2準優勝の眉毛若松。雨にも負けず過激な走りになりそうだ。まず最初のチさあ、いつもは軽自動車に乗っ取るらしいこのバカチンとも今日はシルビアでやってきておりますよ。ちょっと楽しみばい。レックスなんか軽に乗ってきておるやつは今日は一人ちょっと本気かな、もしかして先頭はまあまあドンどんどん一発見せてくるしゃる。お前も3台もなかなか止まるんですよ。4台目やっぱりあれちょっと5台目が問題があるんですね。4台はなかなか良かったんじゃないですか。ね、よかった。さあ続いてのチームは桃色地帯よか名前ですね。なんともいやらしい、いやらしか名前ですね。しかしいやらしく走り見せてもらいましょうよ。ああさあどのように2番目が柔らかすぎます。なんかまとまりがありそうな予感はしますよ。激合相談決めてもらいましょう。うまいこと決まるですかね。これラストですよ。群馬の暴れん坊チーム下まい、うまいこと決まるですかね。もしかしてもうさっきから回っとるなら白いのが回っとるですね。前の4台はまあまあ良かったですね。早かったです。早かったです。そして最後はこの峠の有力チームセクシーラン。それを若松とノムケンが追走する。私が連れてってもいいかなと D1 の予選会に思うのはですね、セクシーランぐらいかなとか思ったんですけど。そうですね、ね、この1チームぐらいで、まあ、でも期待はできると思いますよ。さすがイニシャル D の走ってると5倍。さあみんな期待しとる場合頑張ってくんしゃい。皆さん代表セクシーラン、イエーイ。車は何台？ 1,2,3,4 台しかいないじゃん。4台4台のはずなんですけど。4台失格だよ。1人ないじゃん。1人あれなんですよね、魚釣り行っちゃって帰ってこらんなかった。誰のやつだ。誰やろう。飯田さんっていう人なんですけど。飯田さんって聞いたことあるね。下年上年上みたい。年上飯田なんていうの。うまいのこれ。いや結構うまいみたい。結構うまいの、はい、今日ねダメだった。彼は偉い。もう言われた通りね。よく言ってくれたって感じだよね。それもさっき。でですね、今さっきよ。このチームはですね、説明してくださいよ。いや本来ですね、このチームはね 4人しかいなくて、はい、1台追加で飯田明が出ようと、これ強引に入れちゃおうと、はい、いうことだったんですけど、あのバカ。なんか釣りに行ったまま帰ってこなくなって。お金上がれなかったんだね。お金上がれなかった。なるほどね。ああでも入るかどうかも知らなかったでしょ。知らなかったです。そうだよね。いない方が良かったと思うよ。はい、群馬といえばイニシャル D 藤原拓海の出身地。どうでしょう。かなり接近してましたよ。いいじゃないですか。問題ないんじゃないですかこれ。今のはピシャリ決まった。今のは私これいいですよ。かなり高得点。
あ、4台ってなりましたね。これでアキラがいればね。そう、そうだ、アキラいないじゃん。お金上がれなかったから。マラソンに行ったもん。さあ、ということで、はい、とりあえず6チームの走りは全部見終わりまして、はい、ここからどうしましょうか。決勝戦。ちょっと場所を変えてやってみます？やりますか。わかりました。はい、決勝の残るチームを後ほど紹介して、ちょっと場所を変えたいと思います。はい、長野アニオレーシング。おお。群馬セクシーラン。はい。さあ決勝です。決勝前ということでですね。場所変えます。そうです。はい、ここは有名な、なんてとこですか？なんか地主さんから曰くですね、はい、地主さん曰く玉木稲なコーナーとか多分あのもっこりした岩の形からそう名付けられたと思うんです。名付けたんじゃないの？いやいや、なんかなるほど。それでは決勝いよいよ、はい、行ってみたいと思います。はい、どうぞ。さあ来ました、長野ハニオレーシング。1、2、3、4、5、かっこいいよ。いいですよ。最終コーナーから振り返し入ってますね。今の前でギリギリでしたね。峠の下り、しかもウェット路面もなんのその。日頃長野の峠を団体状態で走っているだけに、5台での連携はバッチリ。あの唐沢由美先頭で、いいですね、まとめられますね。はい、アイドルいい感じです。さあ行きましょう、群馬セクシーラン。ラスト。さあ、この最後の1本で決めるかどうか。外しましたね。いいですね。こちらも各個人の腕前は上出来、しかし団体走行の経験は今一つらしいが、タイトなコーナーにもかかわらず精一杯やってるぜ。ということで、はい、決勝戦、はい、終わりました。終了しました。はい、お待たせ、ローリングコインやめて早くお家に帰りなさい。本当、女房子供を待っている。本当帰ろう、本当帰っていいの、人生が曲がっているんだから道はまっすぐ走りましょう。お前がね、よく頑張れ、最後にテンション高いな、あんた。いやいやいや、もうエンジンがかかってきたんですよ。今頃かかってどうすんのよ。これから走り出されるともうエンジンがかかる、ね、これからなんだ、うん、それでは、はい、決勝戦、はい、結果発表いたしたいと思います。はい、優勝、はい、長野ハニワレーシング。長野県とドリフト、それは切っても切れない仲なのか。明日のドリキンが生まれる日も近い。さあ、ということで楽しみましたかね。楽しかったですね。そうだよね。はい、もうこの企画、今回限りに決まってるね。よかったよね、ハニワレーシング。ハニワレーシングよかった。最高最高。幻の優勝チーム。そう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 、ね、うん、これで優勝したら団体出れるわけじゃないですよ、今度。ないな、全然関係ないから。全国大会とか出れないよ。全然関係ないから。ね、今日何だったのこれ。全然関係ない。幻よ。あ、じゃあドリキンも知らないまんま。知らない、知らない。これビデオにも入んないんじゃない。入るわけないじゃん。何言っちゃってんのよ。カメラだってフィルム入ってないよ、これ。出ようよ、もう。帰ろう。ビデオ部署に定期的に送られてくる謎の投稿ビデオ。千葉と名乗るこの男の映像には、常識を超えたスピードで湾岸を爆走する GTR が映されていた。とにかくこの速さは尋常じゃない。何台もの GTR を乗り換え、その走りをビデオに収める千葉くん。一体彼は何者なのか。そんな彼を待っていたかのように、小判ザメのごとく後ろに張り付く車が1台。いいことは長く続かないもんだ。当然その後に待っていたのは免許取り消しのお達し。それでも体がうずいてしまう千葉君は、自らの危険も顧みず、ついに人力で湾岸に登場しちゃってます。まさにマニアの中のマニア。本当大丈夫この人。中止になったんでしょ。いや、なってないです。これ何これ。あ、
愛車。甘さ、握手してください。あ、握手してください。こんにちは。有名中なりおめがない千葉くん。セブン好きでもないくせに甘さんだけは別格らしい。追っかけもここまで来るとまさにストーカー行為に近い。免許がなくてもあのスピードが忘れられない千葉くん。ついにはズーズーしくチューナーの隣で湾岸の実況中継。完全に湾岸中毒に侵されてるよね。あ、なんか行っちゃったかな。助手席体験に味を占め、夜な夜なパーキングに繰り出しては速そうな車にちゃっかり乗車。カメラマニアの千葉くんは怖くても絶対にカメラを離しません。彼の投稿し続けるビデオを見て編集部も絶句。やっぱチューニングカーって早いんだね。ビデオオプションボリューム101。いつもいつも猛烈な映像を投稿してくる湾岸の千葉くん。だがこれから始まる投稿ビデオはいつものシリーズとはわけが違う。本物のキャノンボール。とある天気の良い初夏の明け方の映像。気持ち良さそうな朝。千葉くんはカメラマニアだけあって自分以外の撮影者のこともかなり気になるらしい。それもそのはず、ビデオオプションにも最近千葉くん以外の投稿ビデオが送られてくるようになったのだ。ライブの出現に千葉くんは穏やかじゃないらしい。でも千葉くんには自信がある。俺の撮った映像が日本一だと。それが透明の千葉くん。いやー、なんだろうね、この集会は。これ不気味だな。でもなんかワクワクするな。ディレクターの車じゃないのこれ。ねえ、なんだろう、今日は何があるのかな。ささのささだ。ささの今日何があるんですか。いやー、本物だ本物。サーさんのあのどこ、今日もしかしたら走っちゃったりするわけじゃないですよね。これで、ね、なんか異様な雰囲気なんですけど。あ、どんどん人増えてきた。これ増えてきたよ。不気味だな。誰が来るんだろう。なんかパタパタ騒いでるね。まだ来ないまだ来ないって言って。何だろうな。どっかで見たことあるこの人。いやー、お約束の人がいた。お約束の人、お約束の人がいたよ。あ、どっかで見たことある。あ、違う、千葉くんじゃない。いやー、見つかっちゃった。いやー、あの人走るのかな。あ、あの走るんですか。バカですね。何歳になりました。いや、あの江東区のこういうおじさんが。もしかしたら浜さん。来た。どうしたんですか今日は。なんすかね。いや、通りすがりなんですけど、ね、通りすがりですかこれ。これ屋根閉まんないんじゃないですかこれ。すごいな。今日 何があるんですか今日は。今日は何があるんですか一体全体。竹原君いつもこんな車乗ってんですか。こんな、これ恥ずかしくないんですか。かっこいいけど恥ずかしそうだな。かっこいいけど恥ずかしそうだな。なんだ、スープラだ、スープラ、スープラ、スープラ。あら、どっかで見たことあるぞ、この車。あら、なんかどっかで見たことあるぞ。なんか、あ、降りてくんだ、なんでレーシングドライバーがこんなとこ来てるんですか。なんでレーシングドライバーがこんなとこ来てるんですか。今日セブンの日でしょ。まずいじゃないですか。この間のセブンでやってきた。まずいじゃないですか。起きたばっかなんですか。起きたばっかり。あ、すごい眠いもん。あ、なんでこれ暴走で、暴走集会ですよ。いや、森田さん、森田さん、憧れの甘さんがいて。甘さん憧れなんですか。へー。 あ、来た。ついに来た、ついに来た。アマさんだ。今度は行きましょうよ。あ、見なくなるとついてきたから。アマさんだ、ついに来た。あ、サワさんと話してる。サワさん。今日はね、サワさんがもう、キャノンボールでぶっちぎりできますから。キャノンボールで見えなくなるところでついてこうと思って。キャノンボールって何するんですか。キャノンボールはまずい。何するんですか。キャノンボールじゃなくてまずいのか。本物だ。本物だよ、アマさん。
あれ、この人来てないの、みんな。あれ来てないの。来てますよ。山地。山地の誰。え、あの、山地。あ、山地、来るんじゃないですか、もう。どうしたの、お前。来た、来た、来たよ。千葉じゃないのかな。なんだよ、こいつ。何やってんだ、お前、こんなとこ。なんだよ、こいつ。来たよ。何しに来るんだよ、お前。おい。変なこと言うんじゃないよお前。はい、さよなら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 、おい、ただの前のことになったから、お前な。ほんとやな、人これ。ほんとやな、人これ。おい、ダイバンだから、ダイバン殴ったのか。お医者さん。はい。あの、この変な人、これ。同じないっすよね、やっぱり、ね、絶対ないよ、だって朝からあんなテンション出ないもん普通今日は朝からあの声聞くと、すげえムカつくよ、ほんとに今日一日最悪の日だよ、ほらこれからまさにストリートチューナーの意地をかけた究極のバトル、高速キャノンボールランがスタートする。その迫力の投稿ビデオを思う存分堪能せよ。先頭に堂々隊列の RX7、 これだけの台数を集めることができるとは、さすが現役ワンガンおじさん。おっと、いつの間にかオービスがもう目の前。レース開始だ。最初に飛び出したのは竹槍。元本物の暴走族とはいえ、いつまでもパレードするのに飽きたらしい。さすが燃えてるぜ。そして後続車もガンガン続く。スタート地点を過ぎて、アマさんがアクセルを踏む踏む踏む。一足お先にスタートしたオートセレクトの車載映像って、このスピードなんじゃこりゃ。サワーニの大阪的なし伝説もマジだった。ちょっとしばらく見つめてみようね。アマさんの走りの伝説も本当だった。ビビってたらここまで踏めないって。さすがの千葉くんもちょいビビってる。これやばい。レブリミッターが当たっちゃう。これじゃオートセレクトまで届かない。快調に飛ばすオートセレクト FD3S、 後続車を大きく引き離し、トップ独走態勢だ。
周りの車が止まって見えます。天沢も必死に追うけどなかなか届かない。しかしその切れた走りに千葉くんもやや緊張の声。小さいコーナーと上り勾配が続く峠セクションが、ここに入ってもトップスピードこそやや落ちたものの、そのアクセルを緩める気はまるでないらしい。ちょっと怖いっすよ。疲れてパスされる。悔しいぞ。天さんはさらにアクセルを踏み込む。そして千葉君はそのスピード領域に徐々にビビり始め、お連発。あんたいつもは自分で300キロ出してんじゃなかったの？から足なんとか SA まで全開で吹っ飛んでいった沢兄が伝説のキャノンボールランウィナー。8000から受けないんですよ。8000から受けないですね。280から受けないんですよ。アマさんは残念。でもその50歳半ばでも衰えないそのスピリッツに千葉くんのビデオオプションも圧巻、かっこいいって思うのだ。そして千葉くんの投稿はまだまだ止まらない。次号